貫禄勝ちも五輪五連覇に暗雲異常系と周囲の変わらぬ温度差。女子レスリングのパワハラ騒動で揺れた五輪四連覇の伊調馨34が14日全日本女子オープン選手権静岡三島市で2年2ヶ月ぶりに実戦復帰。57kg 級決勝で社会人選手を相手にエビ固めを決めてフォール勝ち。3試合とも格の違いを見せつけ五輪女王の貫禄を示した。前世紀よりも明らかにスリムになり筋力も落ちていた。試合後の伊調は肉体的にも精神的にも鍛え直さないと世界を相手にするのは厳しいとしながらも反省と課題が明確になった大会だったと明るい表情で振り返った。今大会で2位以内を確保し日本代表選考会を兼ねた12月の天皇杯戦日本選手権への出場権を得た。日本協会からは過去の実績を評価され11月の全日本合宿に特別枠で招集された。パワハラ騒動で練習もままならなかった金メダリストへの日本協会による配慮だが伊調は依然として協会の対応には不満のようだ。東京五輪への出場について聞かれると練習環境が整わなければ東京で5連覇を目指すとは言えない。肉体的にも精神的にも追い込んでくれる人が必要と長年にわたって個人的に慕ってきた田みなべ緑氏43イコール元男子代表コーチの指導を認めるよう訴えた。田南部氏は現在伊調が練習拠点とする日体大で外部コーチを務めているものの本職は警視庁第6機動隊の職員。日常の業務があるため日体大の練習に顔を出せるのは週3日程度だ。日本協会の肩書きもなく公務員の立場上伊調の専任コーチを務めるわけにはいかないのだ。田南部氏による指導を願う伊調について所属先であるアルソックの大橋盛京監督は伊調本人もわかっていると思いますがと前置きしこう話した。いつまでも田みなべコーチに見てもらっているのではなく自分で考えてやれるようにしなくてはダメ。各所属の問題でもあるので田みなべコーチに指導を求めるのはわがままでしかないと独り立ちするよう求めた。田南部氏は A は人前日本協会強化本部長によるパワハラを告発した一人。同氏に嫌悪感を抱いている日本協会関係者は少なくない。いつまでも協会と敵対するより田南部氏と決別し単独で東京五輪を目指した方がいいのではとは伊調を心配する関係者だ。